はいどうも、リアルマッキョウです。さて、プロフィットチャンピオンシップ次の最終戦までですね、次はプロ戦となっているんですけど、これまで残り3週間を切ってきました。そして昨日ぐらいからですね、大体本格的なトレーニングを開始しています。そして今日は、僕のちょっと弱点の一つでもある背中のトレーニングですね。僕は背中の広がりは強いんですけども、厚み、凹凸感というのが少し不足しているので、今回はそこを強調していきたいと思います。よってですね、今回はハンマー裕次郎の背中、広くて凹凸感のある背中を作る必須筋トレ5選、これを紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。まず1種目目は背中の厚みを作る僧帽筋のチューブ下部、この背中の真ん中から上の方ですね、これを作っていく変則のデッドリフトです。まずね、これね、怪我もね、結構しやすい、怪我をしやすい種目なので、絶対にこのベルトを使ってください。あとね、このグリップは僕はね、ステディさんのクロスグリップ使ってますね。これもかなり非常にいいです。絶対グリップも使うよ。そしてまずは手幅は結構広めに設定して、そしてしっかりと腰を伸ばした状態で立ち上がる。で、膝を伸ばした状態で息を吐きながら上体を猫背に丸めていきます。そして吐きながら上げていく。そうすることで僧帽筋の中腹をしっかりと刺激できます。上体丸めてストレッチかけて6、しっかり僧帽筋で受け止めて7、トップでしっかり絞る8、9、ラスト。という形でこれを大体10回かける4セット、あんまりね、無理な重さを扱わないようにしてください。結構危険です。次はチンニング懸垂ですね。基本的に懸垂というのはこの背中の広がりを作るんですけど、今回狙っていくのは背中の広がりと、さっきも言った僧帽筋の中部下部の真ん中から上ぐらいですね、ここも少し狙っていきたいので、特殊なやり方をやっていきます。まずチンニングのやり方としては、肩幅ぐらいちょっと狭めにね、持ちます。小指、薬指でグリップして、ちなみにね、負荷が出ない場合はこうやってチンニングでのこういうベルトがあるんで、これに20キロとか足してやってますね。そしてこういう肩幅でグリップして、そして体をねしっかり反ります。反って溝落ちをこの前に近づけるような形で、脇を締めながら行うことで、背中の広がりにも特化して、なおかつ僧帽筋を狙うことができます。ではいきます。1、2、上でギュッと僧帽筋を締めると、3、5、上を張りながら、6、7、8、9、最後10、トップでギュッと絞り込む、ゆっくり下ろして、そして終了。うわ、効いた。僕これを10回かける3セット、15回かける2セットと、高回数と10回ぐらいの筋肉量の回数、2つを組み合わせて行ってますね。
はい、次は3種目目かな。3種目目は脇の下にある大円筋、この背中の広がりの筋肉、これを狙ったラッグダウン、これを紹介していきたいと思います。まずね、グリップは、このパラレルグリップが一番望ましいですね。これがですね、最も背中の筋肉を強く刺激してくれると言われています。もちろん普通のグリップでもいいです。普通のグリップの場合はやや広めに持ってください。まずはこのグリップを小指、薬指で強くしっかりとグリップしておく。そして座って、できればこの座ったところにあるこの鉄心を表で強く挟みます。そうすると上体をしっかりと固定できるので、そこから今回は腰を大きくあんまり反りすぎずに軽く胸を張る程度、そしてここから肘を真下に向けて引いていきます。そして2秒ほどキープしてゆっくりと戻す。2、1、2、3、2カウントで1、2でゆっくり戻す。4、1、2、5、1、2、6、1、2、肘、1、2、ターン、脇の下の筋肉耐える、1、2、ヒップ、1、2、ラスト10、強く引いて、あー、ゆっくりゆっくりゆっくり耐えて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 、背中の筋肉を引き伸ばすように戻していく。うわ、そしてここからね、これ大事、ここから息を吐いて、で吸いながら背中を広げていって、で10秒キープ。そうすることで背中のコントロールが生まれます。1、2、3、4、5、6、1、8、これでね、より広い背中が完成します。はい、次はですね、背中の厚みを狙ったワンハンドダンベルローイングです。これはね、広背筋と僧帽筋を狙っていくんですけど、で今回はより背中の厚み、この凹凸感、凸凹感に特化するために、ストレッチ式ではなく、あんまりストローク、距離は長くせずに短い距離で背中の収縮をメインで行っていきます。だからギュッと背中を絞り込む意識だと思って行うような感じですね、テンポよく。ということで、じゃあやってみましょうかね。まずこれ結構重い重量を扱える種目なんで、そして片手でやることによってより背中の、ね、神経系統が強く働くので背中を刺激しやすいです。55キロですね、これ。ちなみにこう走ってみよう。せーの、1、2、3、4、5、6、1、8、9、ラスト、1。ふぅ、本日一番重いね、これ片方65キロ、これ結構ね、できれば重い重量で扱っていきたいけど、怪我には注意ね。じゃあどしっかり構えてやっていきます。腰を丸めないようにしっかり伸ばして、肘を高く引くようなイメージ。せーの、10回かける4セットを左右交互に行います。あ、きた。はい、そして最後の種目、5種目目はですね、背中の下の方、特に僕がこう強いこのクリスマスツリーと呼ばれるこの広背筋の下部、ここを鍛えていきます。広背筋か広背筋下部を鍛えていく姿勢とですね、このやり方を紹介します。まず足をかけてこのバーを持って、そしてここからまずですね、胸を張って
なるべくね、あんまり腰を丸めないように肩甲骨を開いて背中を広げていって、ここであんまり丸めすぎると腰を痛める可能性があるのでご注意。そしてここからへそに向かって強くバーを引いて背中をギュッと閉じていく。脇を締めて、なるべく背中の下の方を収縮縮める感じですね。これを意識する。そして背中を広げていくという形でやっています。では実際やってみましょう。よし、まず小指すりでしっかりリンク。そしてこれまで背中にしっかり引っ掛けて、でここから1、顎を引いて上げながらこう進み、あ、し、5、6、7、8、9、ラスト10。計4セット行います。はい、こんな感じですね。まあ、減量末期のハンマー十字状の背中を作る必須の5種目終了しました。これはかなり結構よく練られている背中を立体的に作る、まあ、トレーニングプログラムなんで、ぜひ、ね、参考にしてみてください。そして大会についてはね、プロフィットチャンピオンシップまであともう20日ぐらいになってきてるから、いや結構厳しい時期なんですけど、これをねしっかり乗り切ってコンディションを作っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。ということで本日はここまで。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。最後までじゃあね、以上です。リアルマキキョー。